ポール・フェルダーは、アメリカの男性総合格闘家。アイルランド系アメリカ人。ペンシルベニア州フィラデルフィア出身。ルーファースポーツ所属。元、CFFC ライト級王者。UFC 世界ライト級ランキング11位。12歳からテコンドーと空手を始め、テコンドーでは、ジュニアオリンピックに出場。大学ではムエタ体を始めた。2014年10月4日。 UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト、マクドナルド VS、サファジンでジェイソン・サコと対戦し、2から1の判定勝ちを収めた。2015年1月3日、UFC182 でダニー・カスティーリオと対戦し、バックブローで小勝ち、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2015年7月25日、UFC オン・フォックス16でライト級ランキング7位の、 エジソン・バルボーザと対戦し、0から3の判定負け、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。二千十七年二月十九日、UFC ・ファイト・ナイト、ルイス・ヴィエス・ブラウンで、アレッサンド・ロリッチと対戦し、パウンドで TKO 勝ち、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。二千十七年七月十六日、UFC ・ファイト・ナイト、ネルソン・ヴィエス・ボンジニビオで、スティー・ビー・レイト対戦し、 グランドの肘打ちで小勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2019年2月17日、UFC オン・ e SPN、ナヌ・ VS、ベラスケスで、ライト級ランキング10位のジェームズ・ビックと対戦し、3から0の判定勝ち。2019年9月7日、UFC242 でライト級ランキング7位のエジソン・バルボーザと対戦し、2から1の判定勝ち。 2020年2月23日、UFC ファイトナイト、フェルダー VS、フッカーで、ライト級ランキング7位のダンフッカーと対戦し、1から2の 5R 判定負け。敗れ走ったものの、ファイトオブザナイトを受賞した。2020年11月14日、大会5日前のオファーを受けて、UFC ファイトナイト、フェルダー VS、ドスアンジュスで、元 UFC 世界ライト級王者のハファエル。 ドス・アンジョスと対戦。フルラウンドを戦い抜くも、1から2の 5R 判定負け。破れ走ったものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。武道球筋感染症で欠場したイスラム・マカチェフの代役を受けての緊急出場であった。2021年5月22日、UFC ・ファイト・ナイト、フォント・ VS ・ガー・アブラントで現役引退を発表。ありがとうございます。